クシーは NTT ドコモが提供する LTE を使用した携帯電話タブレットデータ通信向け通信サービスのブランド名称ドコモ l t e シーと称される場合もある2010年12月24日よりサービス開始2014年現在のキャッチコピーはストロング通信規格には 3.9G に属する技術である LTE が採用されている ドコモの高速通信サービスの流れにおいては、オーバー、フォーマ、フォーマハイスピードの流れを組む次世代の通信規格となる。また、3.9G への対応により、法人への移行をスムーズに行う目的も持つ。このサービスは当初、下り最大 37.5Mbps、または最大 75Mbps の速度により提供を開始した。ただし、帯域幅表記は、 誤り訂正符号を含んでおり、これを除外すると 31.25Mbps と 62.5Mbps である。フォーマーハイスピードの約2.7倍の通信速度が得られ、ADSL 並みの速度になり、宅内での優先ブロードバンド通信との速度差がほぼなくなるとされる。現在は屋外も 10MHz 幅に以上に移行しており、2012年11月16日からは、 順次新 800MHz 帯 1.5GHz 帯によるサービスを開始し、東名阪以外のエリアで折り最大 112.5Mbps の通信速度に対応した。なお、カテゴリー3端末を使用した場合は、下り最大 100Mbps となる。その後、2014年4月1日より、東名阪エリアでも 1.5GHz 帯によるサービスを開始した。 さらに2013年10月17日からは、方まで使われていた東名阪バンド 1.7GHz 帯の 20MHz 幅に奥シーへ転換することで、東名阪エリアで国内最速となる下り最大 150Mbps の通信に対応した。なお、iPhone 5S、5C などのカテゴリー3端末を使用した場合は、下り最大 100Mbps となる。 また、総務省が東名阪エリア限定の解除を行うことで、全国エリアでの展開も検討されている。なお、サービス開始当初は、クシーデータ通信中に音声着信すると、CSFB 方式によりデータ通信も 3G に切り替わっていたが、2014年6月より、順次クシーのネットワーク上で音声通信もできるボルトに対応し、 高速データ通信を継続したまま同時に音声通話が利用可能となり、なおかつ、フォーマと比べて2から3倍の音声ユーザーを収容可能となった。なお、2014年夏、モデル時点では一部端末のみ対応かつ、ソフトウェア更新が必要だった。パケットの0点子は LTE を利用しているため、小さく、フォーマハイスピードや UQ、YMAX の半分程度である。 2012年10月12日からは、クシーのロゴマークの前に、ドコモ LTE のロゴマークをつけて、ドコモ LTE クシーに、テレビ CM でもドコモの LTE、クシーとアナウンスするなど、サービス名称のクシーよりも LTE の方を前面に出したプロモーション活動を行っている。また、最近では供給メーカー側のテレビ CM でも最後に、ドコモ LTE クシーと、 コールされている。ただし、ダキャリアのような 4G の名称は LTE-A サービスプレミアム 4G の登場まで使われていない。2010年12月のサービス開始に合わせ、LG エレクトロニクスから USB スティック型のデータ通信カード L-02C が発売されるほか、富士通からも追ってエクスプレスカード型端末回 -06C が発売された。 2011年夏には、クシー対応のモバイル Wi-Fi ルーターを、2011年秋には、タブレットを、2011年冬には、スマートフォンを発売した。2.1GHz 帯のみでサービスを開始したが、2012年11月からは、ビル影や山間部に電波が届きやすい新 800MHz 帯及び 1.5GHz 帯でのサービスを、順次開始した。 2014年4月1日からは東名阪エリアにおいても 1.5GHz 帯でのサービスを開始した。さらに2013年9月からは東名阪エリアにおいて東名阪バンド 1.7GHz 帯でのサービスを順次開始した。2015年1月からは 700MHz 帯によるサービスも開始する予定である。 人口カバー率は2014年4月現在以下を目標としている。2014年3月末までは実績値。かつてフォーマ展開初期のエリアの狭さでの不評を買ったことへの反省からサービス開始当初はクシーとフォーマのデュアルモード端末での展開となり、クシーエリア外では自動的にフォーマハイスピード、フォーマハイスピードのエリア外は WCDMA での通信となる。 国際ローミングにも対応するが、LTE 国際ローミングは iPhone よび2013年、冬モデル以降のワールドウィングクラス、クラス5機種のみ対応。3G や 2G での国際ローミングにも対応している。料金プランは、サービス開始当初2種類が用意されたが、クシー、サービスエリアの問題を考慮し、2012年9月末までは、キャンペーン期間として、 割引料金が提供された。その後同業他社との競争などもあって、変遷を繰り返してきた。消費税額は、実際の支払いでは、円単位で、死者誤入。以下消費税額が複数あるのは、消費税法に基づく適用税率の変更による、駆使対応スマートフォンの比率が上がったこと、ウォルトサービスを開始することなどを踏まえ、NTT ドコモは2014年、 新しい料金体系を導入することを発表した。5月15日から申し込みを受け付け、6月1日から適用する。また、同年9月以降は、旧プランから変更の場合もこのプランへの変更のみとなった。パケットプランもパケットパックとして刷新され、容量が小刻みに設定されるようになった。また、家族でシェアできるプランも導入された。 基本料金、編集下段のは2年契約時及び2年契約満了後の3年目以降の価格。当初の2年契約中及び3年目以降も2年契約を継続した場合は、初定月以外の解約には税抜き9500円の解約金がかかる。クシー料金プランは、クシー端末だけではなく、3G 端末にも適用可能である。 外部機器のデータ接続仕様でも、フラット定額料金の割増しは行われない。クシータ用のタブレット端末の発売とともに、フラット型と2段階型の定額プランの提供が発表された。2014年8月いっぱいで新規受付を終了した。現在は新規の利用申し込みができず、利用申し込み終了までに申し込みをした場合に限り、利用できる。 なお、2014年9月以降は、給料金プランを維持したまま端末増設をする場合には、月々サポートが適用されない。プラン名に2年とあるものは2年ごとに契約を更新するもので、初定月以外の解約には解約金がかかる。なお、旧プランは、ずっとドコモ割りコース、フリーコースの選択対象にならない。基本料金、編集パケット通信においては、 テザリングなどの規制なし。割引サービス、編集2012年10月に、料金体系が大きく見直された。タブレットやデータ通信端末向けのプランであるが、通話対応の機種で、データプランを契約することも可能であった。下記料金に加えて、もっぺら U などプロバイダとの契約が必要。料金プラン、くしーデータプラン2年及び、くしーデータプランは、 月々サポートに対応していない。端末種別に関係なく、同じルールで運用している。サービス開始当初、サービス開始当初は、また、特にご利用の多いお客様は、それ以外のお客様と比べて通信が遅くなることがあります。なお、一定時間内ちまたは位置接続で、大量のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続した場合は、 その通信が中断されることがあります。としていた。2012年9月30日、また、特にご利用の多いお客2012年10月1日完全定額制が廃止になり、無料通信分重量課金のモデルとなった。ただし、無料通信分上限後も、通信速度が1 2 8ロ b p s に制限される形で無償で利用することも可能であり、 重量課金分は申し込みの上利用する形式。2014年12月22日直近3日間で1イト以上の通信した場合の制限が撤廃された。型番ルールはホー魔端末の2008年冬から採用されている型番ルールと同様に扱われる。 2010から20年年年年2010年2011年2012年2013年2014年,2014年,年2010年2011年2012年,2012年2013年2014年2015年2010年2011年2012年2013年2014年,2014年スマートフォン、タブレットを含むデータ通信専用機種にて、クシーデータ通信をするには、プロバイダとの契約が必要になる。以下は、 厳密には、クシーというナノサービスではないが、NTT ドコモの通信回線を利用した、MVNO により LTE を提供する、プロバイダである。クシー向けの UIM カードとして、ホーマカードから数えて、第4世代となる、ドコモ UIM カードが提供されている。機種によっては、ドコモミニームカードが提供される。カードの色は、赤となる。2013年2月25日以降、 NFC 決済機能に対応した端末に利用する磁気カードが発行開始。なお、ミニイムカードの数字の末尾には M、7イムカードの数字の末尾には N が付くなど、従来のサイズのどこも U イムカードとは区別されている。店頭では2013年5月21日発売。ありがとうございます。